ですか。大京大学平野。ああ。何の高校生か中学生か。高校生。そんな。もう研究やってるか、そのぐらいからやってるんですね。ということ。最近多いですよ、大学に来る。そうなん。高校から来るとか。僕らの時はそんなになかった。そう。あ、でもなんか私らの代も課題研究とか言って、もうお遊びみたいなもんでしたけど、大学訪ねたりしましたね。そういえば。スーパーサイエンスなんとか。そうですそうです。何時にここで何時になってるの。そうですね、4時20分からなんで、まあ4時10分そうですね、には出たいですね。高校生がこれ見ても活かせるんですかね。いや、大学ってこんなことやってるからそれは分かればいいです。なるほど。分からなさを伝わってる。確かに。なんか私たちの時、私は国語の課題研究で班を振り分けられて、班内に来て、金水先生が当時文学部長だったんで、もう文学部長の5対1ぐらいで話せる貴重な機会があったんですけど、もうね、いい具合の日差しが差し込んでて全員船漕ぐっていう顧問の先生、顧問の先生っていうか、まあ、引率の先生だけ起きててあの後もちゃんとお話を聞きに行く機会は確保されているのか講義するのが仕事ぐらい思ってたら